ん、パパさん、守護霊さんと取り憑かれた霊は喧嘩はしないのですか？喧嘩はします。守護霊さんの方が必ず勝ちます。守護霊さんがついていたらですよ。ただ本和歌とついている守っていらっしゃるご先祖様と、取り憑いた霊のお化けさんですと、人の世界と一緒でどうしていいかわからなくなってしまうっていうのが本和歌とついていらっしゃるいわゆるご先祖様たちなんですよね。でも守護霊さんというような方っていうのは本当に強いので、お化けさんの世界で言いますと格違いに強いので、バーンと追っ払ってくれますね。守護霊様と力量は喧嘩したりするのでしょうか？全く別物ですからね。守護霊さんは力量さんには関わらないと思いますよ。力量というのは生きてる人の気持ちですからね。お化けではないんですよ。生きている人の思い気持ちですので、その方が亡くなっていれば別ですけど、力量は人からの恨みつらみあるいは、好かれてる気持ちっていうものなのでね、全く別物だと思ってください。人からの感情ですからね。お酒を飲むと取り憑かれやすくなることってありますか？お酒の酔っ払いの酒飲むお化けは酒好きの人のところに付き入っても不思議はないと思いますね。あとね、気持ちを本音をねなかなか出さずにお酒によって自分お酒の力で自分の本音を出す方、そういう方にはねどちらかというと、お化けがつきやすいっていう現象が起きても不思議はないと思います。パパさんはテレビに映る政治家さんとか芸能人の方の守護霊さんとか見えますか？見えますよ。見えます見えます。守護霊さんっていうかね、しっかり見えば見えますよ。映してね。そうそう、菅さんはね悪い人じゃないんですよ。魂全然悪い人じゃないです。本当にボロボロになってます。菅さんとね、あと尾身さんね、あの2人はね悪くないですよ、少年の悪い人ではないです本当にね。政治家さんって代々のご先祖さんが、睨みを引かせているとかそんなこともないと思うんですけど、もともとね持っていらっしゃる魂っていうかね、ご先祖様強いもの持ってると思うんですよ。ほんの少し前まではねその土地で周りの人たちに感謝をされた方々っていうものがいらっしゃるはずなんですけれども、だん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 経済というものが何よりも最優先されるような、これ資本主義だからしょうがないんですけどもね、ものがどん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 突き進んでしまったがために、人から感謝をされて、人にねその喜ばれることよりも、お金儲けをしなければどうにもならないような時代になっちゃったんですよね。つまり気持ちを添えてくれるよりも金をもらう方が喜ぶ人が増えたってことなんですよ。だからお金が必要になってしまって、お金を集めるがためにご先祖様を裏切ってしまって、でもお金を集めなきゃならない、ドロ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 になってしまうっていうようななってしまってるっていうのが現状だっていうふうに僕は思いますけどもね。ある人はドラマとか映画を見てて、撮影現場にお化けさんたちがいっぱい見えて邪魔だったって言ってましたそれ邪魔になるぐらいって言ってちょっとチャンネル変えられた方がいいと思いますけどね。見なきゃ見えないと思うんだけどなと思うんだけど、まあなんともね、僕の場合は見ないようにすれば見えないので。昨日8年半一緒だったペットが亡くなりました。ペットは亡くなった後守護霊になったりすることはありますか？人間が亡くなった後とは違うんでしょうか？ペットさんの場合はね、ご自分の姿っていうものを認識していないので、体が軽くなって亡くなったっていうことについてまだ全然気がついていらっしゃらないっていうふうに思ってください。なので、まだ生きている時と同じように、
過ごされています。まあペットさんが何だったかっていうのはちょっとわからないんですけどもね。だから体軽くなったなっていうふうに思いながら、くるみさんたちがなんで悲しんでんのかな、なんかなんかなんで元気ないのかなっていうのを不思議に首をかしげて見ていらっしゃるようなふうに思ってください。そしてペットさんが守護霊さんになるっていうことはまあおおよそ考えにくいですけども、そばにしばらく一緒にいていらっしゃるっていうことはありますよ。戦国武将が守護霊になっている人っているのでしょうか。ああ、いると思いますよ、もちろん。武将さんでもね、人にね、要は慕われている人ね、そして人のために矢面に立った人、まあ守護霊さんになるまでの力を持たれてるという方、すなわち、生前についても亡くなられた後でも、その方に対して本当に心から、感謝の気持ちを述べたりご供養してくださる方がたくさんいらっしゃる方なのでね、そういう方が、戦国武将であるということも、全然ありですよ。